ちは。今回は、バンカーの目玉の打ち方をご説明したいと思います。通常バンカーの場合はこのようにフェースを開いてサンドウェッジのこのバウンスを、砂に、ぶつけて打っていきます。ですけども、目玉の場合は、このヘッドを砂に深く潜り込ませる必要があるので、このバウンスをぶつけてしまうと、砂に潜っていきません。なので、フェースを開かずに逆にこのように自分が、フェースが自分の方を向くぐらい閉じていきます。この塔から、砂に潜り込ませるような感じで打っていきます。では実際打ってみます。いかがでしたか。目玉のバンカーはこのようにフェースを閉じて打ってみてください。